市ヶ谷駅から市ヶ谷の森、本と葛飾館までのルートを3分以内で紹介していきたいと思います。それではスタートです。市ヶ谷駅から市ヶ谷の森、本と葛飾館までは徒歩約10分、距離は約750メートルとなっています。JR 出口市を出たら市ヶ谷橋を渡ります。横断歩道を渡ったら右折します。ファミリーマートが見えたら左折します。今回の目的地、市ヶ谷の森、本と葛飾館は本作りの文化施設です。館内には印刷工場の風景を一部再現した印刷所があり、活字を拾って版を組み、印刷、製本までの流れを見学することができます。活字拾いは宮沢賢治の小説、銀河鉄道の夜の主人公ジョバンニが、作中、アルバイトとしてやっていたことで有名です。展示室では活字と本作りに関連する企画展を開催しています。展示の内容は4ヶ月ごとに更新されます。コメント欄に公式サイトの URL を貼っておくので、気になる人は見てみてください。また制作室では様々な道具を活用して、来館記念カードの印刷や、ノートの製本などオリジナルの印刷物を作ることができます。専門クリエイターを招いたワークショップやトークイベントなどのイベントも開催しています。市ヶ谷駅から10分ほど歩くと靖国神社があります。来館後に立ち寄ってみてください。市ヶ谷駅前には釣り堀があります。小池が5箇所、金魚池が1箇所あります。金魚すくいやスーパーボールすくいもあるので家族でも楽しめます。市ヶ谷の森、本と葛飾館に到着しました。市ヶ谷の森、本と葛飾館から徒歩約5分でフォーコドルチェに行くことができます。市ヶ谷の森、本と葛飾館から徒歩約9分で市ヶ谷フィッシュセンターに行くことができます。市ヶ谷の森、本と葛飾館から徒歩約15分でナンバー4に行くことができます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。